これからグリムベルゲン先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生の経歴とプロフィールを教えてください。はい、まず私の名前はライアル・グリムベルゲンです。これは非常に発音しにくいんですけど、グリムベルグになります。で今48歳でオランダ人です。でオランダ人といってももう20年前、1995年に日本に来ました。でまずはつくば市に住んで、あと佐賀県、山形県に住んだことあります。で2009年からは東京工科大学に来て、それで今の八王子市に住んでます。来日のきっかけは何ですか？周りを見ても分かるかもしれないんですけど、将棋です。私は将棋が好きで、実は子供の頃にはずっとチェスを勉強しましたけど、チェスをだんだん強くなるために毎日勉強して、それでチェスのプロを目指したんですけど、なかなかそれはできなくて、それで入学したところ、ナイメイヘン大学のというところなんですが、その時にはチェスはなかなかどこでやればいいか分からなくて、それ今インターネットの時代であまり考えられないところなんですが、友達には、このゲームチェスではないんですけど、これも面白いですよというふうな、なんかゲーム紹介されて、でそれは将棋でした。で将棋にすぐハマっちゃって、チェスには相手の駒を取ると残らないんですけど、将棋の場合には相手の駒を取ったらそれ自分でも使うことができるのはすごい発想だと思いました。で将棋をやって、それで将棋に一番多くやるところはやっぱり日本なので、いろいろな、そういう将棋を強くなるためにに初めて日本に来ました。これは1990年でした。で将棋は本当は将棋のプロになりたかったんですけど、初めての外国人プロ棋士になりたかったんですけど、残念ながらそこまで強くなかったんです。本当は強かったとお聞きしていますが、どうなんですか？一応アマチュア4段の免許は持ってます。あと昔の話なんですが、ヨーロッパ将棋選手権は3回優勝したことがあります。先生はどんな研究に取り組んでいますか？実は私の専門は認知科学です。私は一番興味を持っているところは、人間は何を考えているか、それをいろいろな研究して、それでコンピューターで再現したいところです。だけど特に人間は問題を解決しているときには、そういう問題の解決をどういうふうに向かっているか、そういう思考プロセス、何を考えてこの問題を解決するためにどうすればいいか、そういう考え方は研究してます。で一般的には問題解決、一般的な人間の問題解決を研究するのはちょっと難しいところがあるんですけど、例えば今お腹空いたという問題、解決は何か食べることなんですが、食べ物が非常に広くて、あとそういう食べ物を手に入る弁当を食べるとか、食堂に行く食べて、レストランで食べて、でレストランに行くとどういうふうに行くか、バスで行くか、自転車で行くか、歩くか、そういう非常に広い行動が可能になりますので、これはプログラムとしたら作りにくいところなんですが、だから私の研究室にはそういう一般的な人間の問題解決ではなく、人間はゲームの中に何を考えているか、それを研究しています。どのようなアプローチで研究していますか？一応ゲームの行動を研究しているんですけど、これはゲームの中にはどういう問題を解決するかということをすると、ゲームを勝つこと、相手に勝つことはゲームの中の問題になります。で先ほど少し話した一般的な問題解決にはいるようなことができるんですけど、ゲームの場合には何ができるかはだいたいルールで決まってます。
例えば将棋の場合にはこの駒はここに動くことができるんですけど、他のところには動かない。それはルールで決まっているので、だからまあ何ができるか何ができないかはあのゲームの中には非常に分かりやすいし、あと勝つコート、負けるコート、これはルールでも決まっているので、だからいつ問題解決できたかはゲームの中で分かりやすいところなんですが、お腹空いたの満腹まだ食べるか半分まだ食べるとも問題が解決できるとか、そういう曖昧ところはゲームの中にはないので、だからまあゲームは研究しやすい。あとまあ可能なコードの数、あの将棋の場合には一つの局面あたりにはあの駒がまあ80個ぐらいしか動かないので、だからそういう限られている世界も非常にやりやすい。あのまあ、この研究室には、まあ、将棋は私のメインなところなんですが、一応まあそういう人間の問題解決を研究するのは一般的なやり方なので、いくつかのゲームを扱ってます。これは有名なゲームの、まあ、将棋、麻雀とか、まあ、囲碁とか、そういう有名なゲームを扱ってますけど、知られてないゲーム、あのブロックスとかアマゾンズとか、そういうあの、まあ、ほとんど誰も聞いたことないゲームも一応まあ人間の問題解決としたらまあ研究対象にはなれますので、それも扱ってます。あとパズル、ナンバープレイスとか、そういうパズルも、まあ、人間がパズルを解くときには何を考えているか、それも一応あの、まあ、研究対象になってます。研究室の学生さんはどんな研究をされていますか？あの、まあ、この研究室にはどういうゲームでもいい、パズルでもいいということになってますので、卒業生はだいたい自分の好きなゲームとか自分のパズルを選ん でその中に今人間はどういうふうにゲームを勝つとかパズルを解くために考えているか、それいろいろな、まあ、調べて、それで、まあ、プログラムに再現して、それであの、まあ、そういうゲームのプログラムを作ることに になってます。それは、まあ、一番多くの学生がやることなので、これは、まあ、この研究室にはあの、まあ、いるようなゲームの、 あのそういうあの、まあ、ゲーム AI 対戦できるゲームがここにありますので、からあのオープンカンパスとかにはそういうゲームを紹介して、それでの誰でもそういうゲームに挑戦できるようなことをやってます。だからもし興味がありましたら、ぜひあのうちの研究室の学生が作ったゲームに対戦してもらいたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you well。 グリムベルゲン先生のゲームと認知科学の研究室はいかがでしたか？詳しくは東京工科大学の公式ホームページをぜひご覧ください。